どうもです。よろしくお願いいたします。グランドオープン来ました。コロナウイルスの影響で残念ながらプロ野球の方は開幕延期になってしまい、プロスピの方はね、どうなるのかって不安になってる方もいたと思うんですけども、無事にグランドオープン来てくれました。今回は2020年シリーズの阪神の選手を狙うために、前半はグランドオープン記念10連福袋しまして、後半は溜まった契約書を開封したいと思います。前半と後半で動画を分けたいと思います。この動画は無課金で阪神純正と覇を目指しております。ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。では行きましょう。はい、まずグランドオープンって何ですかって話なんですけども、2020年シリーズの選手が来ますよっていうことですね。あとまあいろいろとアップデートもされたみたいなんですけども、はい、特殊ってのがね追加されたことですね。これはまあグランドオープン前にもね噂はあったやつなんですけども、極みになっている選手の野手の守備力をランダムで上げれるみたいです。まあ他にもね、球場が減ったり、スカウト演出が変わったりで、まあいろいろ変わってるところあるみたいなんですが、まあ僕自身はね、去年の11月からプロスピ始めてるので、まあやっとね、慣れてきたかなってとこで初めてのグランドオープンが来まして、まあね、こうついていけるように頑張ってやっていきたいと思います。まず今来ている選手は、先発投手、中継ぎ投手、サードとレフトですね。見ていきます。はい、まず青柳選手、球威と制球スタミナオール B で、変化球の方が、スライダー高速シュートチェンジアップ、ほんでカットって感じですね。実際の青柳選手を見たら、まあ、ツーシームが特徴なのかなと思うんですけども、プロスピではこの高速シュートになっておりますね。はい、で特殊能力はキレ、伸びで対右打者になってます。はい、次島本投手です。球威が77の B、 制球74の B、 スタミナ66の C ってことでね、去年はねほんま大活躍やったんですけども、島本投手もう育成の時からねすごい期待しておりまして、2軍の試合もね見に行ったりはしてたんですけども、去年の活躍本当に嬉しかったですね。変化球もね結構強くて、ストレートでフォークですね、でシュート、スライダー、スローカーブがあって、はい、でチェンジアップがあるって感じです。特殊能力は伸びきれで三振、脱三振になってます。はい、次レフト福留さんですね。弾道がラインドライブなってて、ミート C、 パワー C で走力が D で、守備の方が、D なんで、レフト D なんですけども、補給とスローインが B で肩が C って感じで、ベテランの野手っていう感じの能力なんですけども、特殊能力が選球眼でラインドライブ、プルヒッターってなってます。次が大山さん。弾道が高弾道で、69のミートは C で、パワーが74の B で、走力が67の C ってなってます。はい。で、守備力はね、前もね、言いましたけども、20失策ってとこでどうなのかなって気になってたんですけども、79のサードはね、B で、まあ、補給が49の E なんですけども、スローイングが B で、肩もね、80の A って素晴らしい能力だと思っております。特殊能力はチャンス20丸で、流し打ち、固め打ちって感じですね。狙いの選手はね、大山選手、そして島本選手もね、欲しいなと思っております。では、福袋開封していきたいと思います。はい、まずね、10連福袋する前にプレゼントスカウト来ておりますので、それを先に引きたいと思います。S ランクの選手1人確定ということで、コナミさんありがとうございます。ということで、引きます。行きましょう。はい、じゃあ行きます。さあ、新しいガチャ演出、見れるね。タップします。さあ、だいぶ変わった。長押しって何？お、スーパーサイヤ人みたい。お、青になりましたよ。リリース、どういうこと？リリースって。さあ、これか、天に召されたってやつ。さあ、お、お、A ランク、アドゥアさん。おっと、え、エース来た。おお、東條さん、すげえ、エース来たよ。はい、広岡さん。さあ、美馬さん。おお、ロッテの服や、ロッテのユニフォーム着てる美馬さんが来てくれました。ありがとうございます。はい、まずね、 A ランク香山さん来てくれました。ソフトバンクね。んで、ロッテ東條さん、ピッチャーですね。ほんで、またまたロッテの美馬さん。去年ね、FA で、ロッテに来ました美馬さんです。ありがとうございます。はい、じゃあね、10連福袋もやっていきます。この日のためにね、エナジー貯めてきましたので、いきます。
1回目が S ランクの選手1人確定で、3回目も S ランクの選手確定で、4回目が自チーム選手の S ランク1人確定ということで、よろしくお願いいたします。では行きましょう。1回目10連さあ、これ全部見る？調子くん、あ、長押し、さあリリース、パーン、天に召されない。あ、召されたわ。はい、 S ランク来い来い。あ、 A ランク、はい、 S ランク誰？おー、佐野さんや。新キャプテンじゃなかったっけ。ありがとうございます。はい、まずね、 A ランク床田さん来てくれました。 S ランクは佐野さんです。佐野さん A バッターよな。なるほど、ありがとうございます。はい、じゃあ20連目いきます。これは S 確定じゃないから、どうなるか。タップ、調子くん、よいしょ。あ、全然あかんやん。おー、でも A ランク来たよ、マーティンさん。あ、秋山さんや。あー、やばい、 A ランク1人だけ。ほい、お、おー、山田さんでした、ありがとうございます。はい、ではね、30連目いきます。これも S ランクの選手1人確定。はい、タップ、調子くん、キラーン。あ、召されんかった。2020年シリーズすごい新鮮。あー、やばい、あー、 A ランク来ず。じゃあ S ランク誰が来るか、お願いします。おーっと、ゴールさんや。やった、安心の選手来た。いや、これナイス。俺限界突破多分2回できると思うんで、ありがたい、嬉しい、ありがとうございます。じゃあラスト40連目いきたいと思います。これ阪神の選手1人確定なんですよ。福留さん以外でほんまにお願いします。1/4。調子くん、さあどうなる。キラーン、きた。さあ、これ結構大、お、パーラーさん、巨人の新しいね、助っ人外国人の選手ですね。桜井さん、いや、まずい。いや、どうなる。いやー、 S ランク今か。うわー、頼む。大山さんか島本さん、うん、大山さんか島本さん、いいですね、行きましょう、お願い。マジかー、福留さんダブルパンチか。はい、ありがとうございます。はい、というわけでね、10連福袋の結果はこういった結果となったんですけども、 S ランクの選手が5人と、 A ランクも5人来てくれました。まあ、残念ながらね、福留選手はね、被ってしまったんですけども、んー、まあ仕方ないのかなって思います。次回はね、溜まった契約書を開封しますので、引き続き見ていただけたら嬉しいです。皆さんはね、どんな選手欲しかったのか、もしくはね、どの選手が当たったよってね、コメントいただけたら嬉しいです。チャンネル登録の方もぜひよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様です。バイバイ。